ネイティブの可能性合宿は今回で7回目を迎えました。この背景といたしましては、学生はなかなか時間はあるんだけれども現地に行くことができない、それは金銭面があったり、社会人の方はお休みを 4、5 日取ることができず、なかなか行くことができない。そこで僕たち学生が支援者の方々の思いを受けて、自分自身のためにも日本のためにも何かしらの気づきであったり可能性を探る合宿を進めております。まず七ヶ浜に足を運んでほしかったっていうところで、どうやったらそのこの町の凝縮した魅力っていうものを知っていただけるかなって考えた時に、いくつかのこう今回3グループで分かれて、それぞれのこう活動地域で歩きながらそのインストラクターの方に話をしていただいて、で同時にゴミの清掃で美化にもあの活動が伸ばせるっていうところの、まあコンテンツがすごい魅力的なのかなと僕は思いまして、で今回ゴミ拾いを導入した、ことに至ります。で特に、活動場所が3箇所ずつこう違うと、それぞれがそれぞれのメンバーさんでこう見たものが違ってくるので、後でこうシェアできますよね。でそこでこう話し合った内容っていうものがまた頭の中でイメージされて、今日だったらあの多聞山っていうところで見た景色とかが他の団体さん見てなかったりするので、それをこう後でまた見たいなって思ってもらうことで七ヶ浜にまた来てもらうっていうところにこうつなげられないかなと思って、はい、企画しました。的にあの震災があったその直後っていうのは、孤立死とか孤独死といった、精神的な障害がすごい問題になっていて、どうしてももともと町内にあったコミュニティが分断されて仮設住宅に散らばってしまったので、そこでもともと知り合いだった人とか家族親戚関係の人と会えなくなってしまったり、